着地は全く乱れなかった。本番に強いな。すぐに映像を確認しに行く。1秒間を33倍に引き伸ばしたハイスピードカメラの映像。バーをしならせた反動で高さ2メートル60センチの鉄棒から一気に舞い上がり、すぐに最初のひねりが始まる。空中に出てから 0.5 秒後、1回目のひねりが終了。姿勢は足先までまっすぐに伸びたままだ。 0.8 秒で2回ひねり、そして 1.1 秒後、新たに加えた3回目もひねり切り、余裕を持って着地に向かう。結構っていうかかなりいいです。練習でもこんないいのなかなか出ないんですけど。微動だにしない完璧な着地。それが世界王者内村の最大の強みだ。